今川家は没落した。甲斐の武田信玄は今川との名誉を破棄し、今川領に侵攻。氏真は会えなく敗れ、遠江の掛川城に撤退した。一方徳川家康は桶狭間以降の混乱に乗じ、今川家から独立、織田信長と盟を結ぶ。そして武田北条といった大勢力と渡り合うべく、かつての主家である今川家の掛川城に攻め込んだ。 徳川の将、掛川城の戦い。トンボ切りに切れぬものなし。火など弓も腕切れぬものない。主家を裏切るだけでなく、主家をこの手で滅ぼすか。 掛川城を転覆。天皇国家を避け、地下道より天守を目指す。
Thank you.
Yeah.